2歳、22歳なんですけど、あともうちょっとしたら23歳になってしまう。おめでとう、ありがとう。今日ね、そう、生誕祭発表されるかと思ったけど発表されなかった。年内あるのかな。ココアさんまでだったな。まあね、ももちゃんと私とサーヤンとアイコジと生誕祭続きそうだけど、あと11月のメンバーしか出てなかったですね。来年、いやどうなんだろう、来年もあるのかな。うん、休み取れる日になるか心配。そう、昨日オンライン話し会があったんですけど、昨日めっちゃ生誕祭がいつなのってすごい言われた。生誕祭いつなの、生誕祭いつなの、分からんのよ。匂わせたいんだけど、私も分かったら匂わせたいんだけども、分かんないんだな。これがオンライン話会ありがとうございました。あれね、エクストラエディションはツーショット会がないからどういう格好をしてるとかわかんないんですよね。私がメールで送らないと。次はまた12月にありますけど、よろしくお願いします。ツーショット会がないんですよ。お話し会ありがとうございました。楽しかった、ありがとうございます。結構初めましての方とかめっちゃ多かった。頑張ってください。頑張ります。あ、そうだ、昨日そのひなさんから写真集をいただいてて、 それのね、それをちょっと配信内で見ようと思ってたんですよ。ちょっと持ってくるんでちょっとだけ待ってて。でその次がうさぎとツーショットなんですけど、思った以上にうさぎって目が怖いんだなって思いました。すごい、あんまうさぎを間近で見ないからわかんないけど、意外と目が怖い。リアルウサギです。まあでもここら辺のね、なんか書かれてる文字がこれひなさんが考えてるのかな。すごいひなさんのツイッターの文章って感じ。ひなさんってね、あの二人称君だから絶対君に好きになってほしいのみたいな感じだから現れてますね。ご飯食べてますね。赤のこれめっちゃ大人っぽい、このワンピース。うん、じゃあだんだんちょっと大人ショットが増えていくんですけど、こう黒のこれなんだこれ、なんかどういう服って言ったらいいのかわかんないもう布がいいね、この黒のランジェリーと。黒はやっぱいいですね。このこれですよ、この眉と同じ眉の写真集のあのポーズ、これはねエモいよね。眉さんが好きな人からしたらもうエモエモ大勝利って感じ、ね、ワンピース、これ山口のね景色、綺麗なとこだね。で黒の水着、なんかちょっと顔がなんか普段より大人っぽい感じ、お顔が。これ
お風呂もねいいですね、温泉ね。旅行のこの日傘いいね、かわいいピンポン玉。あ、これ私のもう一つのお気に入りは、あの旅館の浴衣を脱いで下着になってなんか斜め見てるひなさん、これがめっちゃいい、この画角といい表情といいとてもいい、うん、いいですね。見せて、あの 買ってください。これは私だけがもらった写真集なんだ。水色の下着が似合いますね、かわいい、セクシーな画角、そうセクシー。でも私はあの何回も言ってるけど、そのエッチとかエロいとかをそういう下品な目で見てないから、あのもうほんとなんていうん、アガペとエロスの見方で見てるから、ちょっとそこはあの一緒にしないでいただきたい私あの全然横島な目で見てないですから、芸術点高めでちゃんと目で見てるから素晴らしいですね。あ、この待って、何ページなんだこれ、ページ数書いてほしい。この水色の下着のこのなんて言ったらいいんだろう、ドアップ、あのねこうやって目つぶって洗ってるひなさんの隣のページの目開けてるひなさん、これめっちゃいい、こういうこうやってるやつこれはもうビジュアルが素直にいい。でインタビューあって、まあ、ちょっと今は飛ばして白バニーね、これかわいい、なんかあの加藤玲奈さんの写真集にちょっと似てる、似てないけど似てる、女子に受けるエロかわいいみたいな感じがちょっと似てる、おしゃれなエッチって感じなんて言ったらいいんだろうかわいい、これシロバニーとてもいいですね。私的にはね、あの先行公開されてる写真もいいんだけど、あの傘持ってる写真がめっちゃ可愛くて好き。うん、いいですね。しかもメイクが可愛い、ラメがちゃんと写真に写るのってすごいよねってぐらい目元のメイクがめっちゃはっきり写ってる。なんかラメって写真に載らないから普通は使わないんですよ。いや素晴らしいですね。っていうね、このね皆さんの写真集をいただきまして堪能しております。この2日間ぐらいずっともう見て堪能してますいいですね。裏も可愛い。あ、これ私がさっき言ってた浴衣の、いいって言ってた、ちょっとこっちです、これです。コンプラセーフでしたか。うん、まあ私的にはセーフなんだけど皆さんからしたらアウトかもしれないちょっとひなさんに言っとこう、感想をまだ伝えてないので伝えていきたいと思います。サインもらったのいただきました。そう、おきちゃんへって名前付きでいただきました。おきちゃんのセーフはアウト。いや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 、そ
そんなことないですよ。というね、素敵な写真集をいただけてめちゃくちゃ嬉しい。嬉しい。ちょっとあの千穂さんたちの隣に飾りたいと思います。私の STU 法廷と写真集コーナーに飾りたいと思います。キポ写真集ねては、でもひなさんにもどうやったら写真集って出せますかって相談して、さあなんかおひなさんが言ったらいいんだよって言われたから言いますねって言って、あのすいませんって、あの私写真集出したいんですけどって言って大人に、で私デジタルでもあの自腹100万円出すんで出せませんかねって言ったら、あ自腹100万うーんって、なんかそれならまあみたいな。感じだったから、ワンチャン自腹切れば出せるかもしれない。でもちょっとできれば自腹ではあんまり出したくない。そう、でも私去年の4月も言ってる、写真集出したいです。すいませんって、私全然100万円ぐらいだったら出すんですけどどうでしょうかって言った、あ自費出版ねって言った、でも自費出版は意外と大変そうです、調べたけど、クラファン。クラファンね、今年の抱負じゃなかったっけ、そう今年の抱負てかその22歳の目標だったけど、ファンの人に「おきちゃんは卒業しないと出せないよ」って言われたから、絶対在籍中に出してやるって、もうめっちゃもうその時に燃えて今頑張ってます。在籍中に出せるように。頑張っております。岡山でロケするの、岡山ね、岡山ありそうだけどね、撮影場所みたいな、うん、でも別にそんな私海とかじゃなくてもいい。海とかじゃなくてもいいし、なんか沖縄とか海外とかそんな綺麗な景色じゃなくても全然いい。なんならもうオール室内でもいい。なんかあんま多分太陽向いてない私。太陽に嫌われてるから。そう月明かり。月明かり。日焼けしたくないとか、うん、うん、そうじゃないんです、太陽に嫌われてるからです。目が開かなくなります、あと太陽は全部これ。ちょっとね、22歳中に出せたらよかったんですけど、22歳中は難しそうなので、引き続き23歳の目標にできたらと思います。頑張ります。ヴァンパイア。いやでも割と太陽元の撮影向いてないよ。
記者の中で構想は決まってるの。え、決まってる、決まってる。もうこういうのやりたい、ああいうのやりたいってめっちゃあるよ。水際 OK、 水際いいんだけど別に私は。でもお母さんが悲しむんだよな。だから私がその両親のなんだろう気持ちさえ無視すれば全然って感じ。お母さんはすごいあの切ない顔をしてゆうちゃんって言ってくるゆうちゃんって。私があの衣装でちょっとでもミニス、あの椅子っていうのミニスカって言うてもなのに、それでもお母さんがゆうちゃんって言われる。だから違う、そのお母さんのあの悲しそうな顔さえ見なければいけるゆうちゃんって。そうそうそう、切ないやろ。でも消費者はそんなこと気にせんでええんやで悲しくないだいや、ネタみたいなもんですから流してくださいお父さん、え、お父さんわかんない、あんまそういう話はしないかも。タイトル決まったやん、ゆうちゃん。なんかすごいしんどくなるじゃんそれはお母さんに帯書いてもらおう。写真集出したらお母さんにゆうちゃんダメって言ったでしょてんてんてん書いてもらおう。すごいあの手に取る人の良心をえぐる帯で、あの手渡し販売会、発売会の時には隣にお母さんもいる。それにそれがいいかもしれない。特典会、おきちゃんとおきちゃんの親と一緒に販売イベント、私がこうやってありがとうございますって言うの、お母さんが隣でゆうちゃんって それでも買ってくださる方募集中ですきついきついですね。いやいや、そんなことにはならないんでね。そんなねお母さんと一緒に写真集、いやちょっと嫌よそれは、それは嫌よ。まあまあまあ、そこまで酷なことはしないですよ。お母さんにも喜んでもらいたいから写真集を出したいのでねこんな私会は嫌だな、大喜利の回答だったメンバー誰かと写真集出すなら誰と。ペアでも出してる人いるっけ、いるか。誰と、考えたことなかったな。誰と、難しい。ペ
アってあるん？姉妹とかはあると思うけど、そんなアイドルでペアはあんま分かんない。お決まり。うん、なるほどね。まひなさんレア、レアだね。ドラさんの3人で、あ、いいね。でもドラさん、アンピーかな。アンピーね。アンピーだったらもう私映らないかも。もうアンピーだけでってなるかも。うん、いや、いろんな妄想が膨らみますね。アンピー単独もぜひ。いや、アンピーの写真集とかも行くよ、撮影し場所に。私多分スタッフさんとして。何でも行くも、特典会も撮影場所も全部行くと思う。多分メイクとか口出すと思う。もっとこのメイクさんとかに、もっとアンピーのこのもっと可愛さをみたいな。カメラマンさんとかにはもっとこう、アンピーをもっとこう撮ってくださいみたいな。多分もう出禁になるかもダメだね、ダメだね、ダメだね。めんどくさい人、そうよ、そうなっちゃうかもしれない。アンナちゃんずっとオキさんって呼んでる。オキさんって呼ばれてます。オキって呼ばれたくなってきた。なんか呼び捨てしてくれないかな。おいオキとか言われたらめっちゃ興奮する言われないかな。はい、オッケー、言ってほしいな。ダメかな、ダメか。怒らせたら言うかも。怒るかな、アンピアンビメンバーとかに怒ってるイメージあんまない。困って、困り怒りみたいなのはあるけど、嫌ですーって、うーって、もっと困らないかなって思ってしまう。かわいそうはかわいい、アンビの家訓アンピーの家訓、かわいそうはかわいい。ちょっとリップ塗ろう。最近リップをなくしてね、適当にリップ買ったんですけど、ハートなんですよ。かわいくないですか。もう見た目だけで買ったから色とか何も見ずに買ったんですけど、でもこれめっちゃ赤いんですよ。だからね、すごい濃い。めっちゃ赤い。パパパパパパパ。そう、リップ。めっちゃ可愛くない？歯にめっちゃつく。あかん。
赤すぎるのでグロスで薄めます。完成。かわいい。一緒に口が動いちゃう。どういうこと？あまままってしてるってこと？よいしょ。こんばんは。こんばんは。ツヤツヤになりました、リップが。かわよいね。よいしょ。ちょっとね、すごい今この画角あんまり足に良くなくて、足がすごいガタガタ痛たたたた。何回もちょっと座り直すかも。ごめんなさいね。この画角慣れてきた。いや、画角変えたいんだよね。でもちょっと部屋の間取り的に今ちょっとね、なんかあんま部屋が映んないように配信しようと思ったらこうなっちゃうんだよね。変えようかな。ワールドカップ、あー、ワールドカップ見てないですね。私サッカーあんま知らなくて。これはめちゃくちゃ偏見なんですけど、アニメとか漫画好きな人でスポーツ見る人あんまいないと思うんですよ。超偏見ですかね。私マジでスポーツの知識が本当にね、スポーツユニットに所属してるとは思えないぐらい知識皆無なんですよ。サッカーって何人でやるか分かる？分かりますよ。11ね、稲妻イレブンで11人。逆も確かに、いや、そう、なんかめっちゃもうこれは鬼ほど偏見なんですけど、逆にスポーツ好きな人は漫画とかアニメ見ない。これを兼ね備えてる人はすごい、陰にもいけるし陽にもいける、あのオールラウンダースポーツのアニメ見ないの。スポーツのアニメは見たこともあるんだけど、なんかその、いや、ほんとダメな楽しみ方。なんか試合の展開は追ってるんだけど、ゲームのルールをちゃんと把握してないから、なんかあんま分からず読んでるって感じ。って感じ。あ、本当に、バスケやっててスラムダンク好きだ。それはバスケが好きだからスラムダンクも好きな話じゃなくて、なんか超絶アニオタでサッカーもやってます、バスケもやってますみたいな人いるのかな。なんかこれめっちゃ偏見だよね。なんかバスケやってるからスラムダンクが好きとかの人が多い気がする。なんかサッカーやってるからキャプテン翼見てますみたいな。はい、この私はもうなんかアニメとか漫画のスポーツものは見るけど、見てやった気になってるから全くスポーツ やらなかった。まあ部活入ったことあるけど3ヶ月で終わってしまった。弱虫ペダル好きだからロードバイク始めたよ。ああ、なるほどね。
ワールドカップね、皆さん熱狂してますか？ワールドカップって4年に1回でしたっけ？毎年はやってないですよね、さすがに。4年に1回。4年に1回かだよね。私4年前にサッカーの試合、あのショールームで見たことありますもん。全くルール知らないまま、多分あれから全くルールを把握しないまま生きてる。世界的にはオリンピックより盛り上がってる。本当？私の世界ではなってなかった。やりたかった人生だった。アディショナルタイム、アディショナルタイムね、覚えたよ。でももう忘れちゃった。みちさんとサッカー観戦してほしい。サンフレッチェね、みちさん以外もなんか好きなメンバーいたな。応援してるっていうメンバー誰だったかな。でも私あの広島4年住んでるけど、あのカープも見に行ったことないんですよ。サンフレもだから、まあいつか行ってみたいですねっていう話はしてる。そう、あ、ユナユナね、ユナユナはよく言ってますね。マジで、マジマジ。競輪は行ったことありますよ。お仕事で何回か。し、割とルールも結構把握してるけど難しいよね。まあでもやっぱり広島に住んでカープの試合見まくりたいよ。うん、それはもう私の住所をあげたい。マイカーで観戦とかあればいいね。確かにね、メンバーと見たらまた楽しいのかもしれない。サッカー、なんかバレーとか野球とかだったらちょっと漫画で若干のそのなんとなくの知識は分かるんですよ。野球とかもこうボール投げて打って、でこう一塁走って二塁走って三塁走ってこうダイヤモンドの形になって走り抜けたら勝ちみたいな、あルールは分かるんだけど、サッカーだけはなんか見たことあるやつがあんまりなくて、見たことあるやつがあんまりなくて、そうあれですよね、ゴールがこう神明にあって、それで相手チームのゴールに入れたらっていうルールですよね。それは分かるんですよね。でもそれ以外のあんまルールがあんま分かってない。シンメで例えるの初めて聞いた。なんて言ったらいいんだろうね。でもシンメトリーだよね。最近でも1話だけ秋アニメのブルーロックを見たんですよ。サッカーのアニメで、フォワードっていうポジションで主人公がなんかフォワードの選手がなんか1000人ぐらい集められて、この中で戦い合って
一人のなんか世界一、世界に向けて戦えるフォワードを育てるみたいな、効率いいのか悪いのかよく分かんないことしてて、でまあ面白くて見てたんですけど、フォワードはエゴだみたいな言ってて、エゴイストがなれるんだみたいな、あそうなんやってこう、あんまサッカーの知識がないから、あなるほどなるほどっていう、なんかそのもうなんか味方にパスするとかその友情とかじゃなくて、こう俺がの精神でいけるやつこそが強いんだみたいな言ってて、なるほどみたいな、フォワードはエゴイストっていう知識はあるぐらいかな。フォワードは理解できた、あのなんかポジションとしては全然理解できてないんだけど、なんかフォワードはエゴイストっていう知識だけできてしまったフフフ、変な知識身につけてる。まだちょっとまだ1話しか見てないからちょっとあれかも。その細かいルールがあんま分かってないかな。例えばそのこう何回までパスを出していいとか、あと何があるだろう、まあ、手使っちゃいけないのは分かるんだけど、手以外だったら頭もいいよね、頭と足以外はダメなのかとか、なんか一人がずっとボール持っててもいいのかみたいな、なんかいろいろ、うん、オフサイドちょっと分かってないですね。キーパーって知ってる知ってますよ、キーパーはねさすがに知ってますね。あのゴールの前に佇んでる人ですよね。あのキーパーの皆さんってすごい重要な役割ですよね。なんかだって本来はキーパー以外の人たちがゴール前までボールを運んでいくわけじゃないですか。でそれまでずっと待ってるわけじゃないですか。来ない場合もあるわけじゃないですか、何十分も。でも来た瞬間その人だけにこう委ねられる、怖すぎて、やりたいって思う人ってなんか甘いなさそう、結構責任重大ですよね。待ってないよ、待ってないの待ってないなら何してるんねん。キーパーがシュートする場合もある。え、キーパーってシュートしてもいいの？なんかバレエでいうリベロみたいにさ、なんかレシーブしかしちゃダメみたいなことじゃなくて、いいんだ。キーパーは蹴ってもいい、手使ってもいいだけ。そうなんだ。サッカーのポジションって関係ないから誰でも攻撃できる。22年間生きてて今初めて知ったんだけど、キーパーがゴールしたらレアなどで盛り上がるそうなん。え、本当やん、ゴールガラキーな、ほい本当じゃん。どうするんですかキーパーが。じゃあねえ、キーパーがゴールしに行ったら自分とこのゴールから開けですけど、どうすんねん。
急いで戻る。ありなんそれ。こうやってゴール、ここからここもめっちゃ離れてて、こうやってゴールしてゴールして、え、その後パーンってやられたらどうするん？走るの？でもさ、ここら辺にさ、その自分のゴールキーパーがいない時にさ、味方この辺に行ってさ、自分はここにいるけどゴールキーパーじゃないから守れへんみたいな感じなのかな。あ、足はあるのか。前半で怒られる。マジか。ちょっと見てみたいな。YouTube とかで調べたら出てくるかな。ゴールキーパーゴール。あ、ゴールじゃない、シュートか。サッカーはスローモーションで恥ずかしいプレーをリプレイされる。そうなの？あ、チンプレーってことね。あれかな、違う国の選手のプレーがあのなんか吹き替えとかで、だからちょっと面白く扱われてるってことなのかな。私全然サッカー詳しくないし全く分かんないけど、 YouTube であの監督がちょっとボールを蹴るシーン集みたいなの見るの好きですよ。なんかそういうのがあるんですよ。監督がだいたい私服っていうかスーツとかじゃないですか。ちょっと飛んできたボールを受け止めてちょっと遊んじゃうみたいな、かっこえーってなりますね。なんかよくないみたいな。ピクシー、わかんないな。でもなんかこうすごい選手よりなんか強そうでかっこいい。偏見。なんかスーツなのがまたこの強者感を醸し出している。ちょっとアニオタみたいな見方して申し訳ないけど、その現実の方を。超スター選手。あ、そうなんだ。ちょっと後で調べてみよう。一流選手だったのね。腕組みながら止めますよね。そうなんや、なんか腕組みながらスーツで飛んできたボールをシュッと。かっこいいってなった記憶がありますね。だから多分本当にこんな22年しか生きていけない、生きてない小娘が言うのもあれだけど、スーツ服でボール蹴れば多分女子人気上がるんじゃないのかな。サッカー多分女子人気やばいと思う。全員スーツ、もう逃走中みたいになっちゃうかもしれないけど。中二の感覚、もう私がスーツ好きだからっていうのがあるかもね。スーツ好きな、スーツ好きですよ。制服いいよね、なんかスーツとか制服とか。試合終わったらみんな破けてそう。確かに多分その破けてるのもまた人気出るんじゃない。
いやでもどうなんだろう、なんか批判もすごそうだな。やっぱダメよね、スポーツの世界にそういうなんか思考を持ち込んだらダメだと思う。皆さんダメですよ、そんな変なコメントしないでください。反省しましょう皆さん。そういう正式なね、この1対1っていうか、そのさあ横島な、何もそういう感情がないこうね、熱い清らかな心でやるスポーツにフェチズム的なのを持ち込むのはちょっと、いやー、いくら私でもちょっと、反省しましょう皆さん。お前やろがってね、連帯責任ですから。連帯責任ですからね。そう、まあでもサッカー好きな人はね、4年に一度なので楽しんでくださいな。サッカーなどは監督がスーツは普通で、野球みたいに監督がユニフォームを着る方が例外。あ、そうなんだ。え、バレエどうだったかな、私バレエ部だったけど、バレエ見てたけどスーツだったかな。確かに野球は監督があのイメージある、ユニフォーム着てるイメージある。バレエジャージでしょ。あ、うちの顧問はジャージだった。プロはちょっと分かんないな。なるほどね。なんで、いや、サッカーだけスーツなんですかね。やっぱちょっとかっこよさをもしかして優先してる、もしかして。もしかして。紳士のスポーツ。あ、紳士のスポーツだからね。なるほどね。イギリスってなんか何でもかんでもおしゃれなイメージある。イギリス発祥ね、いいですな。淑女のスポーツってなんかあるかん、逆になんかあるかん。ホッケー、アイスホッケーとか、あ、バレエ、バレエ確かに。テニス、テニスね。でも淑女ってなんか違うくない？でもテニスかな。新体操、あ、いいね。いや、なんか新体操の動画見るの好きだったな、一時。鹿児島実業高校の文化祭の動画とか見るのめっちゃ好きだった。男子も女子もね、うまいんだな。弓道、もうちょっとしたら1時間経つので配信終わりたいと思います。
あ、気づいたけど、なんかギフトが新しくなってますね。ツインテール、なんかやってるのか今。すごい、話そう話そうと思って今になって話しますけど、ツインテールイベント2日間やってます。あ、今日からなんだ。あ、今日は21か、明日か、いいツインテールの日。インテールの日、明日か。髪の毛ちょっとボサボサ。髪伸びたね。割と伸びましたね。でも明日美容院行こうかな。思ってます。そろそろ月一の美容院に行かねば。これなんか肉まんみたいな、なんか熊だかパンダだかの中華の肉まん、かわいい。これも初めて見たな。髪伸びるの早い。ほんと？今も切ってないからな。冬到来ギフトっていうの、なんかすごいね。あ、肉まんが、でもめっちゃちっちゃくてびっくりした今画面見たら。こんなちっちゃいかわいい。画面見てたらちっちゃくてびっくりちっちゃいちっちゃいちっちゃい、雪みたいね。なんかパラパラしてるね。可愛いですね。ちょっと1時間来たのでそろそろ終わりたいと思います。配信ありがとう。こちらこそありがとうございました。ポコタン映して。ポコ今ね小屋にいる。でも最近ね小屋の外で寝てることに、ね、今日ね噛まれてね、ポコちゃんに。でこう驚いてこう手をバッて引いたら、ね、こう噛んだままくっついてきて、私がこう手を上げたらこうこのままここにプラン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 ってなってて、力強っ、顎力と思って落とすよっ ってパランパランパランってこたつにね、あの低めの位置から落としたんですよ。そしたらパーンってあの着地してね、アキラみたいな感じでキッて睨んできて、可愛かったんで写真撮りました。痛そう、痛かった。なんか、ね、たまに噛まれます。今日いっぱいポコの写真撮っちゃった。敵に見られてる。いやでもあんま好かれてないんだよね、うん、餌をくれる人だけだと認識してる。でも私が帰ったらね歓迎してくれるんですよ。カリ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 って。じゃあまあそんなことはいいんでそろそろ壇上を読みたいと思います。ではそろそろ読みますね。餌が帰ってきたって思われてる。いやん、悲しい。13位ソウリュウさん、12位タオさん、11位エルマールさん、10位おいでませ元気さん、9位ジェリーさん、8位下さん、7位テリーピーさん、6位北さん、5位バンボシさん、4位シラスさんでした。13位会まで皆さんありがとうございました。そして3位がコバチャさん、2位がトニトニチョッパーさん、1位がコジさんでした。ありがとうございました。昨日のねタワーのお礼をねしてなかったので
見てるかな。昨日か一昨日か、一昨日かな、一昨日のタワーありがとうございました。トシさんありがとうございました。見てるかな、ちょっとさっきまでコメントしてたからもしかしたら見てるかもしれません。ということでこんな感じで今日の配信は終わりたいと思います。皆さんじゃあちょっとサッカー見る方はぜひ見て楽しんでください。では会いたいと思います。お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。明日も頑張ろう。バイバイ。あ、今日須田キュンに23時から収録なんですけど、みほりんとまひなさんとアンピーとななみさんで出てるので、野口ななみさんとぜひ皆さん聞いてください。お願いします。バイバーイ。